皆さんこんにちは。松阪地区広域消防組合の綿谷です。今回は緊急消防援助隊についてご紹介します。緊急消防援助隊は阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で大規模な災害が発生した場合に救助活動をより迅速かつ効果的に実施できるよう、全国の消防本部が相互に応援する制度として平成7年6月に創設されました。私たち消防職員は普段はそれぞれの消防本部の管内で発生した火災、救急、救助などの災害に出動しますが、全国のどこかで大規模な災害が発生した場合は消防庁長官からの要請に応じて被災地に出動し、人命救助などの活動に当たります。緊急消防援助隊は都道府県単位で編成し被災地に出動します。出動要請があった場合、松阪地区広域消防組合の部隊は三重県隊として活動することになります。速やかに出動できるよう、緊急消防援助隊にはあらゆる出動計画が定められています。三重県隊は隣接する愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県で大規模な災害が発生した場合に原則第一次出動都道府県隊として出動します。他の被災地が複数の都道府県に及ぶなど広範囲な場合は、出動計画の範囲を超えて遠方の都道府県に出動し、活動が長期化する場合は隊員の疲労を考慮して二次隊、三次隊と交代要員が派遣されます。さらに今後起こりうるとされる南海トラフ地震や首都直下地震に対してはアクションプランという特別な出動計画も立てられています。令和5年4月1日現在、全国には722の消防本部があり、6629隊が緊急消防援助隊として登録されています。三重県では116隊が、そのうち松阪地区広域消防組合では13隊が登録されています。それでは松阪地区広域消防組合が登録している部隊の車両を紹介します。指揮車、ポンプ車5台、救助工作車、救急車3台、はしご車、支援車、燃料補給車の計13台で、災害の規模や種類に応じて出動する車両があらかじめ決められています。救助工作車と支援車は三重県隊の中でも統合機動部隊と呼ばれる部隊に編成されており、出動要請があればおおむね1時間以内に出動し、いち早く被災地に到着し救助活動などを開始するとともに、被災地の情報を収集し後から到着する部隊が円滑に活動できるよう、先遣隊としての役割も担います。松阪地区広域消防組合ではこれまでに東日本大震災と平成30年7月豪雨の2つの災害に出動しています。平成30年7月豪雨は台風7号や梅雨前線の影響から西日本を中心に広い範囲で発生した豪雨による災害で、とりわけ広島県と岡山県では大きな被害が発生しました。三重県隊には7月12日に出動要請があり、一次隊としてポンプ車と支援車の2対8名が出動し、15日には二次隊として8名が出動しました。三重県隊は表層崩壊と呼ばれる土砂崩れが発生し、多くの家屋が倒壊し被害を受けた広島県熊野町で救助活動に当たりました。活動は主にスコップで土砂を取り、バケツリレーによる人海戦術で土砂に紛れる木はチェーンソーなどを使用し除去しました。自衛隊などとも協力し重機で土石を除去してもらうなど、関係機関とも連携した活動となりました。また夏場で気温が高く
土砂やホコリが活動を阻害するなど過酷な環境であったことから、活動時間を管理し他県の部隊と交代しながらの活動となりました。緊急消防援助隊の訓練は全国を6つの地域に分け、毎年各地域で実施されており、三重県は近畿と中部の2つの地域の訓練に参加しています。また全国規模の訓練も定期的に実施されています。訓練は大きく分けて、情報収集から救助活動など災害の前線を想定した部隊運用訓練と、隊員の宿営場所の設営や食事の準備など現場活動をサポートする後方支援活動訓練に分かれています。特に近年では活動が長期化することも多く、効果的な活動を継続して行うためにも被災地における後方支援体制の充実が重要視されています。いかがでしたでしょうか。私たち消防職員にとっても、いつどこでどのような災害が起こるか分かりません。台風や集中豪雨などは気象予報などである程度予測はできますが、土砂災害や河川の氾濫、冠水などがひとたび起これば、その規模は計り知れません。特に南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくないと言われています。避難場所や非常持ち出し品、食料品などの備蓄品を改めて確認し、有事の際に備えましょう。